はい、ガッチャンです。 XM3 今日から飲み始めました。2リッター、朝飲んで2リッターぐらいのお水を今まで飲んでるかな。まあ、大体1日1リッ2リッター3リッターぐらい飲んでるので、お水飲むこと自体にはさほど抵抗なくガボガボ飲んでます。ですね、初日の飲んだ感想からちょっとお話したいと思います。ですね、まず飲んでから10分くらいかな、まあ、ちょっとね、違う話をしながらちょっと感じたので、まあ、ちょっと違うかもしれませんけど、まずね、飲んだ直後からお腹のどこにあるか、XM3 があるのが分かるような感じでした。というのは、まあ、薬って、まあ、サプリも薬もそうですけど、飲んでしまうと、まあ、飲んだかなーなんていうふうな、体の中に存在感あんま感じないじゃないですか。そう。でも、この子は、お腹の中に、あ、ここに今いるなーっていうのを飲んだ外からちょっとわかる感じなんですね。それはね、まあ、スピリチュアル的なものかどうかわかんないですけども、そこにエネルギーを発してるものがあるみたいな、そういう感覚です。で、次第に、血液を通して、全身に広がっていくような感じを感じました。で、その後ね、なんていうんだろう。お酒を飲んだ。アルコールでちょっと酔っ払ったみたいな、ふわふわってした、なんか浮遊感を、ふわふわってした感じを、体で感じながら、それが1時間半、2時間ぐらい続いたんじゃないかな。はい。その後に、その後に、体がすごいポカポカしてきますね。全身ポカポカしてきて、ます。で、今、飲んでから、4時間ぐらい、5時間近く経ってるんですけど、今は全身ポカポカしてね、ちょっと割合と涼しいところにいるんですが、なんか気持ちいいわ、みたいな、そんな感じを感じています。で、今日はね、体重を測ってなかったんですが、まあ、水っぱらでね、まあ、お腹の、なんか、水分取りすぎ、おしっこ出まくるみたいな、そんな感じです。今日はちょっとね、体重計測りに行く都合、ちょっと体重計測りに行けないんですけども、明日以降、またレポートの中に体重の話なんかも入れていきたいと思っています。まずは今日最初飲んでみた感想を、ちょっと動画にしてみました。ガッチャンでした。